ジュラ機構機に生息していたクチバシクチ流アモクの翼流。発見された化石にはっきりとした体毛の痕跡が残っていたことが大きな注目を集めた。現在のところも色種であるエスピロッサスのみが確認されている。俗名、ソーズはラテン語で不条、お仏を意味し、種相名ピロッサスは同じくラテン語でケムクジャラノという意味である。ソ連の古生物学者、 AG シャロフによって、カザフスタンのカラタウ山脈から発見された。発見された地層は、湖清掃で、プテロダクティルスやランフォリンクス、死素蝶の非常に良い保存状態の化石を算することで、有名なドイツのゾルンホーフェンゾーと、ほぼ同時代であるだけでなく、保存状態の良さでも同等であった。翼海蝶はおよそ63センチメートルほどであり、 翼竜の中では大型の方ではない。また、翼子骨の腕部に対する比率も後の大型翼竜などに比べて相対的に小さい。翼竜の翼膜が後枝とどのように接していたかについては諸説あり、鳥類のように翼と後足は完全に独立していたという説から、コウモリのように後足も翼膜の中に完全に 取り込まれていたという説まで様々であるが、ソルデスの翼膜は、化石に残された印象から、後枝の足首にまで達していたとされる。ただし、他の種の化石では、同じように残されていた翼膜の痕跡が、大体部までしか達していないものもあり、単純にこれをもって、翼流全体に関する翼膜の状態が、決定的になったとは言えない。頭骨はセンチメートルほどであり、 その形状とシガがスカフォグナトゥスによく似ているため、ランフォリンクス化をさらにいくつかの赤に分けるときには、スカフォグナトゥス赤に分類される。尾の先端部に、ランフォリンクスが持っていたようなひし形の方を持っていたか、どうかについては、はっきりしないが、先端部の骨格は柳葉状に少し扁平化していた。前述のように本種は、体毛の痕跡が残っていたことで有名である。 発見者であるシャロフによると、その体毛は3つで、かつ柔軟性があり、最長のものは6ミリメートルにもなった。ほぼ体全体が毛皮に覆われているが、尾は、気分以外は、皮膚が露出していた。翼竜は、気象動物のため、恐竜より早くに、その代謝の高温性が疑われており、それに伴い体毛を持っていたという考えも古くから、あった。 翼流が爬虫類であることが定着する以前には、体毛をまとった復元図が描かれたこともある。その後、翼流が奇妙な哺乳類などではなく、独自の分類群であることが判明した後も、やはりその代謝の観点から、改めて翼流類を、哺乳孔、長孔に続く新しい高温動物の綱であるとした HGCD などが、その体毛の存在を主張した。 実際の化石からの証拠としては、すでに1831年に、ゾルンホーヘンさんの抑流化石に、体毛の痕跡があったという報告が、自衛ゴルトフスによってなされている。一方でゴルトフスが調べた標本を再度詳細に、調べた結果、ゴルトフスがけと思ったのは、石の表面の凹凸でしかないという反論がなされ、議論は、うやむやになっていく。確実な報告としては、 1927年になって、エフブロイリがやはりゾルンホーフェンさんのランコーリンクスから、モのノオト家の痕跡を発見したものが最初となる。彼によると体毛は、翼膜そのものには見られないがそれ以外の体の、いろんな場所で確認され、頭部には、少し長めの関毛があった。その後、ドリグナトゥスや、プテロダクティルスなど他の翼竜でも、体毛の痕跡が確認された。しかしながら、 翼流に体毛が存在したことが一般に広く知られるようになったのは本種の化石が発見され報告されてからである。本種の化石はブロイリが見つけた毛の跡のように詳細に調べて初めてわかるというものではなく非常に鮮明かつ印象的に毛皮の痕跡を残しており疑問の念を差し挟む余地はなかったのである。なお体毛の痕跡は哺乳類などの化石においても 残っていた例は、ごくわずかであり、この化石の鮮明な痕跡は、針状の鱗ではないかとする説もある。この体毛が、哺乳類のものと相当であるという保証はなく、むしろ平行進化で得られた別物である、可能性が高い。哺乳類の体毛が爬虫類の鱗とは別に進化してきたと考えられているのに対し、翼竜の体毛はおそらくは鱗に由来するもので、あろうと考えられている。 しかし由来がどうであろうと、この器官がシャロフの言うような密で柔軟なものならば、哺乳類の体毛、蝶類の羽毛と同様に岩気層を形成でき、それによって保温に役立ったであろうことは疑いの余地はない。これは翼流の高温動物説に対する大きな後押しとなった。現在では翼流が高温動物であったことは広く認められてきているが、 その立役者の一つが本標本の発見であった。ありがとうございます。